どうもバーンです、こちら、ここの一角だけ四角く剥げてますね、前からお伝えしている通り遮光シートを覆いかぶせてで長い鶴のゲートの駆除をしているエリアです。ただ台風対策のためにね遮光シートをどけてました。そうしたところ、遮光シートをどけたらまだ1ヶ月ぐらいしか経ってないんですけども、まあ、大体真っ黒毛になってたと、抹茶になってたと。ところがもやしみたいなピンク色のもやしみたいなのがねクニ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 生えてきているという話を前回までしました。で、あのクニクニしたもやしみたいなのが長い鶴のゲートなのかどうかというところがねポイントでした、結論から言うと長い鶴のゲートでした。つまりこんな感じですね。これ長い鶴のゲートです。まだ3倍体とかになっていない、小さいやつですけれども、これは結構いい発見ですね。遮光シートで長い鶴のゲートの駆除をした場合1年半ぐらいかけないと根っこの奥までは枯れないんですよ。そういうあのレポートがね、論文とかにも上がってます。ただ1ヶ月かな、ちょっとあの正確な時期を変えて調べてみますけども、1ヶ月ぐらい、遮光してやると長い鶴のゲートは生きているんだけれども他の芝が死ぬというね、そういう、ことになりました。つまりどういうことかって言ったら、いきなり除草剤とか薬剤で、ピンポイント攻撃するよりもですね1ヶ月遮光シートで覆ってで、全体を枯らしてでもやしだけになった長い鶴のゲートが生えてきたところを、今ちょうどいいタイミングです。このタイミングで 2,3 日中に、グリフォサート系の要するにラウンドアップですよ、薬剤で、ピンポイント攻撃してやればですね、芝生を傷めることなく、もうこれ芝生ちょっとずつ再生してきてますでしょ、芝生を傷めることなく長い鶴のゲートだけをピンポイント攻撃できるっていうね、そういう新しいやり方になるんじゃないかなというふうに思いましたね。このやり方は僕が調べた限りでは、載ってないですね。論文とかにも多分載ってないと思います。どなたかは気づかれないのかなというふうにも思いますけども、ちょっとあの県庁にね、専門家の方がおられるんで、Facebook でちょっと聞いてみようというふうに思いますね。もしかしたら月曜日飛んできはるかもしれないですけどね、画期的な、長い鶴のゲートの駆除方法になる可能性をちょっとかあの僕、感じてます。ご覧の通りですよ、これ間違いなく長い鶴のゲートです。今だったら、薬剤でピンポイント攻撃できます。くどいようですけどもう一度言うとこういう状態、こういう状態で長い鶴のゲートをピンポイント攻撃するとどうしてもね他の、雑草それからイネ科の芝とかにもね影響が出ます。でこのやり方だったら、他の、イネ科の芝とかそれから、雑草とかにね影響を与えないやり方で長い鶴のゲートだけピンポイント攻撃できるんじゃないかなというふうに思いましたね。とりあえず、学者先生に相談してみます。今ちょっとね本当はあのピンポイント攻撃したいところなんですけども、まだちょっと 2,3 日はあの時間的猶予があるかと思うんで、ちょっと先生の話も聞きつつ、現場写真とかも撮りつつね、進行していこうと思いますね。いきなりねやったらあちょっと待ってくれって言ってね、先生の方からね言われるかもしれないんでね、ちゃんとあの写真とかしっかり撮っとかなあかんな、これね、こんな感じですね。はい、というわけです。ご視聴いただきありがとうございました。ではでは。